普通にめっちゃ一番泣きそうかもしれない。そうでしょ。一番いいやん。ハッピーバースデー。ちょっとビブラードかける。ちょっと最後にビブラードかける。5月17日といえば我々のボス正義さんの誕生日です。ハッピーバースデー。もうね、我々も30でございます。はい、節目の年ですね。はい、そうだね。我々も第2章に入りまして、はい、新たにまた絆を深めてね、一緒に突き進んでいこうぜということで、はい、今年からはみんなでプレゼントを買って、そしてみんなでお祝いしようぜと。はい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 、まあ忘れかけてる青春をまた取り戻そうぜみたいなことでございますよ。こんなこと私言ってますけれども、まだ誕生日何するか決まってません。まあまあまあ、それをみんなで考えてちょっとやっていこうぜということで、はいはいはい、どうすか、なんか欲しいもんないのって正義に聞いたんだけど、ないですよあいつ。あ、ないんだ。全く。まあでもね、もうこう20代のうちに全部こう夢叶えたろうみたいな感じで進んでたやつがさ、もう今更欲しいものって、いやだってもう難しいですよね。まあでも最近正義ってやっぱバイクとかさ、そうそう、車とかさ、めっちゃ好きじゃん。ヘルメットとかめちゃめちゃ買ってるし、手袋とかもなんかめっちゃ買ってるのよ。強いてならそっち系かなとは思う。あ、でもいいんじゃない、結構いいな。うん、だからコレクションしてるもんね、あの人。そうだよね。なんか正義っぽいやつ買おうや。確かに。ああ、そうだね。これがまあ俺らの中の正義やでっていう人。はい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 。これ正義にかぶってほしいっていうのを見つけるまでなんか買いに行こう、探しに行こう。そうだね。あとなんでしょうね、ヘルメイド。そうだね。それで言ったらさ、はいはいはい、正義さ、ラーメン好きでしょ。ラーメン好きっすね。じゃあ俺らよく行くラーメン屋あんじゃん、青木店。あー、よく行きたいですか。年末年始俺らが行きまくったところ。そう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 、青木亭のチャーシューとか。お前バカだよ。チャーシュー別売りでさ、なんかちょっとなんかバカでかいのさ、あるね、売ってんじゃん。売ってる売ってる。あれちょっとプレートしてみる。お前盲点すぎるわ。ターボさん採用です。正義的にも1ミリも予想つかないと思うんだよね。確かにそれすごいわ。一応居酒屋予約していて、あそこでみんなでどんなね30歳送るのかとか、今までのこう人生とか振り返りながら、みんなで熱く飲んでいこうかなと。おー、いいっすね。あれいいっすか、1個提案。正義ベロベロにしましょう。あー、いいね。ここ組んでちゃんと潰しに行こう。いや、そうだね。そうだね、それもちょっとご覧くださいって。そうだね、普段見れない正義見れるんで。そうだね。じゃあ買いに行きますか。行きましょうか。行きましょう。レッツチャーシュー。チャーシュー、ハッピーバースデー。さあ、たつきさんが今例のブツ買ってきます。来た。まさかまさかまさか、来た。どうなんだ、ガチ。やばすげえ、やばすぎ、でか、うわ、でかでか、どうする、どれにすっか。これとか結構かっこいいけどね。確かに、あいつ結構派手め好きやん。これとかもう最高だよね。これ正義だろ。これ正義持ってたんちゃうよ。正義のために作られてる。確かに、マジでめちゃめちゃしっくりくるな、これ。うわ、これしっくりくるな。多分やけど、これで新スポ巡るんちゃう。これで行ったら何も怖くない。こいつで行きましょう。行っちゃいましょう。ちょっと告知させてください。本当に少しだけでいいので、早く行けよ。早く教えろ。イベントが決定しました。5年ぶりの歌イベントでございます。新曲 R&R も初めてみんなに披露するとか、直接メンバーとみんなとの写真もね撮れますんで、ぜひ楽しませますんで、お会いしに来てください。真面目。概要欄からチェックしてください。やってまいりました。やってまいりましたね。正義が呼んでるんでね、すぐ来ます。ってか待ってます、上で。ここでもう俺らが結託して正義をベロンベロンにさせましょう。よっしゃ、気持ちよくして、ね、新年まれに見るベロンベロンにしよう。一人ずつ乾杯して、あのグラス開けて。やってきたよ、本日の主役。来ると思わへんかったわ。来る
だろ。本当に今日セリはただ飲んでただ飯食えばいいだけです、はい、ただ誕生日を楽しむ。そうです、そうです、そうでございます。もう誕生日当日はもう撮影でしたから、今日ぐらいリフレッシュしてもらって。確かに30歳一発目のお酒のコールお願いします。何を飲みたいですか？何を飲みたいかのね。日本酒。日本酒。日本杯。日本酒。そのモチベ好き。今日もよくわかんないやついます。すげえなって。なんか自己紹介しとけって。あー、自己紹介しろ。誰だお前。マネージャーやらせてもろてます。テイトです。よろしく頼みます。マネージャーテンションちゃうやろ。行きましょうか。あ、言えた。あ、入りました。はい、じゃあターボさんお願いします。じゃあ俺行っちゃっていいですか？はい。正義さんの。誕生日30歳をめちゃめちゃ祝ってやりましょうということで、今日盛り上げていきましょう。乾杯。すごいパリピみたいなテンションで行くやん。31発目のリオンクです。この一言いただきたい。ファーストインプレッションちょっといただきましょうよ。酒はマジマスクない。マスクない。31杯目ってあんなにね、あんな献身的に逆にいい。そう、逆に良かったよ。逆に良かったよ。逆に良かったよ。今ので良かったよね。ちょっととりあえずほら、乾杯してあげるよ。来ました。うわ、いいなこの感じね。おでん味見し。あ、どうぞどうぞ。あ、おでん。これ絶対インスタと撮った。いけいけ。危ない。これ危ねえ。匂いやばい。これ危ねえやつだよこれ。うまそう。これいただきます。あ、うまい。前のこれ絶対に絶対うまいでしょこれ。絶対うまいってこれ。優勝です。優勝。優勝いただきました。いや、それ優勝よ。おでん居酒屋は流行るなこれ。ね。兄弟の坂口ね。ずるい。はい、兄弟。こういうの認めるともうおかしくなるよ。兄弟の坂口やるです。いいよ。マジ。マジ。お店関係なく、お酒が普通にあんま好きだ。そうそうそう。じゃあ、正義、俺とも坂崎とおすか。俺ともさ、本当の言うことあんた。言うことないからね。はい。あと、まず初手から疑問だったけど、誕生日の乾杯はおめでとうやろ。誰も突っ込んでしかなかったけど、俺やっていきましょう。乾杯じゃないです。いやいや、誕生日おめでとう。ちょっと違和感あった。そうそうそう。はい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 。俺まだ正義乾杯しない。はい、乾杯しましょう。五郎丸をするな。いやいや違います。多重掛け分身の最後の意味。多重掛け分身の最後。多重掛け分身のミスったやつ。それはおもろい。それはおもろい。たまにある酒が崩壊してた。俺ら今食べだから。あ、食べよ食べよ。食べ食べ。乾杯。そうだ、食べの乾杯は飲め。さすがにね。あ、俺もまあまあ来てる。はい。ケイトとも乾杯しやがったね。あ、でも、確かに。マジでマジレスするとメンバーさえいれば生きていけるから。メンバーさえ、うわー来たー。うわー。ちょっとあいつを。気持ちよくなっちゃう。いや今よかったね。キモくてもいいから残っているというか。でも別に友達だって地元の数人しかいないし、そうなった時にもう20代からずっと一緒にバカやってくれてるこのメンバーさえいればそれでいいし、それを失うことはだいぶきつい。もうね、もう友達っぽさが苦しい時期もあったけど、会社としては、はいはい、それも乗り越えて今ちゃんとメリハリついてる。本当に言い訳でいればいいんですけど、俺はもうここから先何の友達も作らずこのまま死んでもいいって俺はもう真面目に言ってる。うわあ、熱っ。うわー、やばー。何もねー。これで飲め。もうそれで飲めよ。でも勘違いしないでほしい。俺酔ってるからこれ言ってるんじゃなくて、俺は普通にシラフの時からこれはもう、もちろんそれ俺らが承認します、はい、当たり前じゃないですか。もういい感じに楽しくなってきた。いやー最高じゃないかよ。最高だわ。いやー乾杯してしまいますか。やばい、すごいええよ。これサムネでよ。サムネで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 もさ、風呂上がりのおっちゃんみたいになってるよ。風呂上がりのおっちゃんでもこんな顔真っ赤
にしてこういうとこ大事なんだよね。そうだね、世間の見てる正義が硬すぎて、いやそうだよ、完璧主義みたいに多分映っちゃうから。そうだよ、こんな適当なやつだよっていうこと、ね、ちゃんと出していかないと。幸せと言うんです。なんか最近ね、これに気づいちゃったんだよね。なるほど、だからなんかギラギラできないんだよ。いや気づきって大事だよ、ね、大切な人と笑ってれば、うん、もうないのよ、それ以上の上なんて。いや間違いない、もう真実です。いや本当にどんな金持ってようがどんな貧乏だろうが変わんねえのよ。友達と仕事しない方がいいってよく言うじゃん。それ乗り越えた先ってこんだけ最強だぞ。そうなんだよ、よく言うじゃん。そう、いやお前いいこと言うな、お前乗り越えないって。でもヤバいのは事実。それはヤバいのは分かってる。途中から普通にずっと友達にいるのがもう無理だなって気づいて、このままずっと友達で行くと多分俺たちはずっと年商1億2億で止まるだとか、慣れ合いをするんじゃなくて、もうやるときはメリハリつけてやる、はい、そこはもうやるモードに友達っていうのを一切なしにしてないと10億2億っていう上のやつらに追いつけない、はいはい、そう感じたときに8人ぐらいにしたんだよ。あーもう仕事8、そう友達に仕事8の友達ぐらいにしてやった時期があるんだけど、そうするとね、やっぱ友達としてうまくいかない。はいはい、どうでもね、難しいこれ。すごい深い、超深い。これだってもう Z 世代とか今の若い子たちってもう情報ありふれてるから、起業する人とかいっぱいいるわ。こういう現実を把握しておくのと置いておかないの全然違う。そうだね、理想だけじゃないから。本当こんなずっと友達たちとやっててずーっと気楽に楽しいかってやったら全然そういうわけでもなくて、本当にそうだよ、友達だからこそ苦しいことっていっぱいあるんで。はいはいはい、だって友達に皆さん今、はい、お前さ、なんでお前あの動画ここをこういうのに使ったの、もうおかしくね、って言えますか、っていう話。そうそうだよね、これ苦しいから友達にやるの。でも俺立場的に一番トップでやってる以上、俺が言わなきゃ誰も言うわけないんだと思うんだよね。俺は一生言い続けなきゃいけないわけです。はい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 、みんなそこ通ってやめていくと思う。そう、みんなそこ潰れていくの、ちゃんと友達に戻ろうとか、うん、う現実を目当たりにしてやめる、脱いでいくの、そう、言えるんですよね、うん、でも俺らはそこも乗り越えたの。あ、これはちゃんとドヤ顔で言えるぐらい。そうだね、今のメンバーみんな信用してるし、うん、頼りにもなるし、うん、なんならなんかもう俺やることなすぎてちょっとなんかこれでいいのかなって不満になったりしてる時もあるから。友達っていうパーセンをゼロにするんだったら成り立つの、列車。友達をゼロにしないで両立させるのはクソむずい。そう、クソむずいよ。それこそ俺の月が一番難しかったよね。そうだ、年上でもあるから。そう、俺がもう気使いすぎて、はい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 、もう月は気使うなって多分思ってるだろうけど、でも俺がそういうわけにもいかないみたいな。そう、それに関して俺結構何回も言ってる、もう気使わない、俺も言ってくれないと分かんないから。そうだよね、そう言ったら、はい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 、ノリがいない間に全体すげえレベルアップしてる。確かになんか来た時もうなんかみんな洗練されてた感は、なんかもうなんか組織化されてるでしょ。なんか俺もしっかりしないとっていう感じ。あ、思ったんだ。そう、じゃあ逆に言えばだからみんなの成長を感じたってことね。そう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 、だからなんかいい焦りというか、そういうのも感じたし。何このいい動画。ファンクラブ限定で流した方がいいんじゃない。なんかちょっと熱すぎる。熱すぎてねえ、僕はいいやつです。この人はいいやつね。俺も言えるよ。一つ一つがやっぱ人生って素晴らしいなって感じさせてくれます。大事じゃない？いや大事じゃないよ。あと30回とかしかないんだよ、誕生日なんて。そうだね、うん、うわ、それ聞いてか、普通に30でこういうことやってくれるような人いないと思う。確かに確かに、絶対までやっていこう。ああ、そう、もちろんこっち向いてよ、正義。やばかったらもう向けめっちゃいい。 70TH とかさ、やば、 70TH でやるんやみたいな。ここで正義さん、はい、僕らからの誕生日プレゼントがあります。うおー、来ました。のりさん、このでかい方渡してください。でかい方、のりさん、はい、大丈夫、ありがとうございます。どうぞ。
嘘え、待って、嘘、嬉しいわ、普通に、あの、ぜひここにいる全員、ケイトも含めた全員からも、え、待って、普通にめっちゃ一番泣きそうかもしれない。嘘でしょ、クソ嬉しいわ、マジで。もう開けなくてもいいわ、開けてあげてほしい。これなんでかっていうと、全員がこれ正義やって言って勝てます。みんな、もう、みんな一致。いや、もう絶対泣くわ、正義のやつ。もう正義で、俺マジ1ミリも泣かないと思ってた。マジだるい、これもうマジ正義じゃないと無理、正義ないと無理、やだわもうこれはもう正義のためのやつ、中途半端なハイブラのバッグとかにしとけよ。いや、もうね、そう、いや、まあ、そういうんじゃないやん、一番いいやんもう、ごめん、正義折れすぎ、マジでこれで赤の俺が CB400 スーパーフォアを乗れば勝ちというか、やばいことになる。はい、あ、おー、いいね、めっちゃ似合ってるわ、めっちゃめっちゃ似合ってるやっぱ正義だわ、あ、これめっちゃ正義だね、あ、めっちゃ合ってるね。ハンプレって気持ちなんだなって、うん、ジーンズで一番思ったの。いやー、嬉しい。形を感じた時にマジ超感動したもん。あー、そう、あー、みんなバイク乗ってるのも把握した上でこの、うん、ちゃんと使えるものをみんなで選んでくれる、うん、いや、そうです、コレクションしてるしね。でも、正義さん、これだけじゃないです、これだけじゃないです、怖い。もう一個のタンブレ、ちょっとターボさんから渡してもらっていいですか。ターボさんから、もう一つの誕生日プレゼント、はい、こちらです、はい、え、青木亭のチャーシュー、すごい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 、立派で分かる、これ見た瞬間にチャーシューって分かる。いや、チャーシュー単体で言ってるのは少しですね、ネタの方ね、あの、ネタの方ですね、はい、今までやっぱりあの誕生日プレゼントね、そして30の記念、あの、はい、チャーシューもらったやつこの世にいないんで、絶対いない。ありがとうございました、おめでとうございます、おめでとう、よかった、こんなに嬉しがって、いやでもいつかね、あの、本当に YouTube だけじゃなくて会社の方でも実績を出しまくってもらって、はい、僕から車をプレゼントしたいんですよ、誰かに、えぐっ、ケイトの方向けてもらってね、欲しい欲しいよ、お前、ケイトが一番車愛してるからね、いっぱい欲しいんだ俺のフェラーリを見て、ケイトはもう転職を決意したわけ、そうだ、はいはい、っていう意味ではやっぱ何が何でも達成してほしいし、うん、俺はなるべくこう手伝ってあげたい、息してるだけで何か人を楽しませれるような人たちになっていきたいっていう、うん、簡単に言う、ほんとザ・ユーチューバーですよ、やっぱり、うん、あなたがやるべきものはユーチューバーですよ、そして夢を与えることですよ、これからもこれは継続してやっていきましょう。なんかやだな、なんかもう終わっちゃう感じがちらついてて、なんかもう、もう終わんないっしょ、いや、バカいこれ一番先弱いのにこれやってくる、いや、あの、終わっちゃう終わっちゃわないとかどうでもいいから、あの、とりあえず動画やめて飲みたいんだ。そうだね、別、うん、にここから先は飲んで、はい、なんか面白かったら回しましょうか、はい、そうですね、改めて正義さん、大丈夫、おめでとうございます、おめでとうございます、締め、うん、ありがとう。リプでもね、あの、いろんなメッセージファンの皆さんからもらって本当に嬉しかった。普通に親に自慢しました。こんな祝ってくれるのすごくねってシンプルに。まあ、ありえないか。まあでも本当にちょっと叶えてほしい、ぜひちょっと、うん、俺のためにみんな叶えてほしい。ああ、全員がスーパーカー乗って地方とかに夢を届けるんだ。はい。本当に子供みたいな目でお願いしたい。絶対できるから、みんな成功する自分をイメージし続けて。はい。絶対にやりきっていきましょう、はい、皆さんも人生自分次第なんで、はい、ST 見てるからっていうおかげでっていう風に一人でもなるように僕らはエールを送り続けるんで、自分で動いて夢を掴んでみてください、はい、本当に僕はここの底から応援してます。たまにはこういう動画もいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイバーイ。最近マイクロチップをなんか埋めたみたいな話聞いたんですけど、おい、それじゃ絶対に仕留めるでしょ。今僕たちはベトナムに来ています。うわすごい、えぐい、これ見てください、この景色やばいよ、笑うしかねの心霊スポット潜入していくからね。うわ、くっさ、
わ、やばい。女性の遺体を埋めるという、うん、嘘でしょ。じゃあ俺ここで気持ち悪くなる。え、やばい、やばいやばい、移動しよう。くそでしょ。無駄に払ってチケット買っただけです。行きましょう。うわ、見たことない目。